はーい、はい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 、17時になりますよ。これは本編ではありません。17時の時報でございます。この後17時からイブニング帰りお届けいたします。帰りが17時をお届けいたします。ということで今日も始まりました。皆様これお声届いていますでしょうか。お声届いてたらぜひ教えてください。はい、私の方では声が届いていないので聞けているかどうか分かりません。はい、ということでですね、5月5日時刻は17時を回りました。大阪府は、私も大好きな本屋 T サイトもほぼ閉まっております。そして枚方公園も閉まっておりますというね、そんな枚方市の自宅からTwitter、Facebook のライブ配信で緊急事態宣言収束までの間、毎週火曜日17時から19時の間ですね、お届けしておりますイブニング帰りのお時間です。パーソナリティはあなたの心に一石を投じる和洋折衷コーディネーター帰りこと石投げえりです。はい、今日も皆さんに元気をお届けできるよう2時間のライブ配信楽しんでお届けしてまいりますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでね、通常は私の地元奈良県五條市の FM 五條のスタジオからイブニング5条780お届けしている時間ですけれども、新型コロナウイルス感染症の影響で県をまたいでの出局自粛の要請が出ておりますので、自宅で私個人でお届けしております。今日もね、提供していただいたアーティストさんの楽曲とともにお届けしていきます。ということで、はい、今日もですねお届けしておりますよ。枚方だよ、枚方ね。はい、ということでね、コメントもいただいてます。ありがとうございます。届いてます、聞けてますということで、よかった。これなんかね、こっちの調子が悪いんかね、なんか今日ね配信の人数がね全然見えない。なんかコメントついてるのに聞いてる人0人になってるでも今3人いますよね。はい、ということで、心に直接呼びかける、聞こえてるよ、聞こえてる、それはよかったわ、りょうさん、ありがとうございます。これあれかな、フェイスブックの方ちゃんと配信できてんのかな。全部これツイッター側のペリスコープ側のコメントだけど、まあ配信できてると信じて勝手に配信していく感じになりますが、はい、皆様1週間ぶりでございます。いかがお過ごしでございましたでしょうかね。今日はねこれ FM5 条の方はどなたが喋ってくださってるのかなと思ってね、あのインスタグラムの方を見てて出てこないなと思ったら今出てきましたね。これウサピーさんですかね。はい、今日はねウサピーさんが FM5 条780イブニング5条780の方のねパーソナリティやってくださっております。本当に本当にありがとうございます。はい、私はですねここから発信していく形になりますが、はい、今日も楽しくいこうと思ってますが、皆さんゴールデンウィークあと今日と明日で終わりですよ。いかがお過ごしでございましょうか。まあそんなこと言われてもね、なんだろう、地元に帰省するっていうわけにもいかず、お出かけしたいって言ってもショッピングセンターは閉まってる、遊園地も閉まってる、水族館も閉まってるとか、まあそんな感じになるのでね、あれなんだけれどもね、楽しんでますか。お家でできることを楽しんでらっしゃるのかな、どんな感じでしょうか。まあね、私はもっぱら全然お出かけしてないのよ。これが全然お出かけしていなくてですね、もうねひどいよ最近。ちょっと散歩もね2日ぐらいサボってるんだわ。いや昨日は行ったかな、散歩もねちょっと毎日は歩けてないんだけど、外出るっていうとスーパーに行くか、でもスーパーもね1週間ぐらい行かないからね、今この仕事がゴールデンウィークでないわけよ。放送局の補助じゃない方の音響してる方の放送局の仕事も全然ないから、今日はね1回だけ外出たよ、ゴミ捨てで外出たで昨日はお散歩で外出た。うん、全然外出てないんだわ。だからもうほんと引きこもってさ、何をしてるかっていうとね、まあ YouTube の動画の自分のアップするやつの撮影してるか、それかちょっとホームページの方ですね、リニューアルしました。まあ、ホームページの方は全然更新をしてなかったんだけど、ちょっと更新頑張りたいなと思ってね、今頑張ってるのでね、ちょっと日記帳でなんかこう YouTube をねこうアップしたら
まあ、そのなんか YouTube アップしたよみたいなことの情報とかをこうねこう取り上げたりみたいなんで、ちょっとね更新をすればするほど、あの SEO 対策ってわかります？この検索項目で調べたら上の方にこう出てくるようにするやつ、あれ SEO 対策って言うんだけどね、それをちょっと今やってて、いやちょっとね頑張りたいよ、ちょっと仕事にねこうつなげていきたいなっていうのを思ってたのでね、まあそんな感じだわ。まあ、そんなことをしたりとか、あとね、今着物の方の業界って言ったらおかしいな、こう着物の方で、まあ、いろんな方がこういうコーデで皆さん投稿しませんかみたいな呼びかけをしてくださっているので、まあ、そういうのに乗っかって遊んだりっていうので、まあ本当にね悠々自適というかね、仕事がなくてすごい嫌は嫌なんだけど、いやなんかこんなに時間自由に自分のために使えることもないんだろうなと思ってね、今まあそんなことをして、あとあれですね、今週は浴衣を洗いましたなんで浴衣洗ってんだよっていう感じかもしれないんですけれども、まあ、浴衣を洗いました。まあね浴衣ね、まあ、それはまた動画をアップしようと思ってね、動画撮りながらねやったのでね、また見てもらったらいいんだけど、あれね浴衣洗うのめっちゃ難しいのよ。洗濯機で洗えばいいんだけどさ、洗えるやつはね肘的にね、ただうちのやつドラム型っていうの、なんだドラム型みたいなやつで回ってやってくれるんだけど、まあ、洗濯機は回ると思うんだけど、なんかね偏ってますみたいな感じでね脱水してくれないのよもうめっちゃ困るんだけど脱水してくれないのがさ、まあ、そんな感じで四苦八苦もしながら、まあ、結局お外でしたたもう水したたるのはしゃあねえわと思って、まあこう干して外で雨降る前にちょっと干して滴らなくなって部屋の中入れて、で一晩ぐらい乾かしたら今の気候だからすぐ乾いた。まあそんな感じかな、まあ、そんなことをしたりとか、あとはねこたつを片付けて扇風機出したよ。もうね暑い、どうしたんっていうぐらい暑いんだけど、何これ暑くないですか皆さん、もう半袖でいいんじゃねっていう感じなんだけどさ、いや本当にねなかなか難しいわ。はい、ということでコメントたくさんいただいてます、ありがとうございます。あ、Facebook の方でも見れてますね、まやさんありがとうございます、えりちゃん聞いてるよ、どんな話が飛び出すのか楽しみですといただいてます、ありがとうございます。そして猫さんですね、聞いてるにゃということでありがとうございます。そして埼玉の山猿さんかな、家の庭でバーベキューしましたということ、いいね家の庭でバーベキュー、うわいいな。そもそもバーベキューをさ最近全然してなくってさ、いつやった、小学校違うな中学校違うな、高校の時にバーベキューだったかな、あれはなんかね春の遠足ちょうど今ぐらいの時期じゃない、なんか遠足であれ高校生になると遠足行く場所自分たちで決めたりしてたんだけど、で、あ、そうだよ、これ聞いてくれてる一番最初にコメントをくれたヤカさんとか、その時ね一緒に同級生だったからさ行ったかと思うんだけどさ、なんかその中でなんか暗号水産みたいなんとかをやって、あなんかねこうコンテストみたいな、自分たちで何が作れるかみたいな、そういうコンテストとかをやって、でそれでなんかあったな、そば飯みたいなやつを作って買った思い出があるすっごい古い思い出だけどね、なんかそうだな、バーベキュー、あれバーベキューだったのかな、まあバーベキューってあんましないよね、なんかだからフェイスブックかなインスタかな見てたら、友達がまあ今自粛の期間なので、まあ、家でバーベキューしましたっていう人がねいらっしゃったのでね、やっぱり家でバーベキューするっていうのはね、まあ家族はどうせね家にいたら会うから、家族で集まってねこうバーベキューするっていうのはすごくいいんじゃないかなって思いますよね。いやいいなーバーベキュー、肉食べたいよ、肉そうね、肉が食べたいんだけどさ、どんどん話が全然違う方向に行くんだけどさ、そうねこう今スーパーとか買い出しに行ってもさ、長居をしないでくださいとかさ、まあできるだけまあこまめに行かなくていいように買いだめしなさいみたいな感じだからさ、最近こう豚のミンチがさ結構使うから欲しいんだわ私、でもね全然ないの、なんか夜に行くからダメなのかもしれないけど、豚のミンチってがあるんだなってちょっと思ったりもしてますよね。まあそんな感じだわ、なんかいろいろ喋っててよくわかんなくなってきたんだけど、ここでねまた一曲聴いていただこうかなと思う。ヤカさんなんかあったな、野外活動のご飯コンテストみたいなやつ、そうそれだよ、ご飯コンテスト、もうねいや懐かしいわ私、あれなんだろう
あの遠足行かないって高校のあれ何年生3年生だな、ただ超えてね、あの行かないって言ってたのがねすごい懐かしいわ。なんかねクラスに全然馴染めなくてマジ行きたくないっていうので行かない行かないって言って、あのギャハカさんを困らせた記憶がありますね。今コメントくださってるありがとうございます。ゆるけんさんありがとうございます。また後でねあのメッセージ読ませていただきたいと思います。今日もありがとうございます。はい、ということでね今日もね早速1曲目の曲を言ってみたいと思います。はい、あのね1曲目の曲ってなんだろう、1曲目の曲はね私毎回アップテンポな曲と勝手に決めておりますので、今日もね一発目からテンション上げていきたいと思っております。はい、ということでね、あのねこれ3回連続ねオープニングさ同じアーティストさんの曲で言ってたんだけど、皆さんも気づいていらっしゃいましたでしょうか。なんかねテンション上がるんだわこの人たちの曲ね、素晴らしいと思います。昭和51年生まれの武道館を目指す6人組バンドで ねコロナで6月24日のビッグキャットのライブ延期になってしまったっていうこと。ビッグキャットって結構でかいよね。なんか声優さんのライブとかでも昔行ったことあるような気がするんですよね。まあそんな感じでございます。さあ今日も1曲目行ってみたいと思います。ゴーアンブラザーズさんで青春バカ。失礼、止めちゃった間違えて止めちゃった。もう一回言ってみますね。はい、ゴーワンブラザーズさんで青春バカ。若い時のエネルギーどこへ行ったんだ。重ね着してては見つからない、全て脱ぎ捨てたならあそこにある。くたくたに疲れ果て泥のよう始まる。モノクロの日色塗りしようよ、あの頃のようにもっと青春、ずっと青春。若い子がいいって誰が決めたんだ。その心裸に走り出そうぜ、青春の日々へと。いつも気にしてちゃ始まらない、最高の今を生きる時が来た。君と僕と見つめ合い、愛や恋のときめき感じたい。あなたにとって青春って過去のことかい。過去はない、未来もない、やるのは今だけ。さあ扉開く、もっと青春、ずっと青春。古き良き日はこれから作ろう。青春の時は今、踊り出そうぜ、照れずにさあ行こう。なんと風は青年で亀は万年、人間も長寿100年。もったいない命の無駄遣い、大切な人に伝えたい。諦めたら気合は重要、後ろと前ばかり見ないよ。後悔よりもこじらせ後悔、もう一回間違いない、 It's alright、周りは問題だらけ、それは生きてる証拠、あとは上がるだけ。落ち込んでばかり、そ
それは動いてる証拠、あとは続けるだけ。どの角度からも立ち上がろう、マジな人たちは手を挙げろ。挑む苦しみ悲しみさえもひっくるめて青春と呼ぼう。永遠に踊り続けよう。振り返らず駆け抜けりゃいい。バカにされたらもっとバカになれ。もっと青春、ずっと青春、やっぱ青春。年齢なんて関係はないから。もっと青春、ずっと青春、やっぱ青春。イブニング帰り、帰りんちニュースの時間です。噛んだね。はい、帰りんちニュースのお時間です。今週も暑い日が続き、本日の枚方市の最高気温は28度の夏日でした。着物の世界では5月中までは基本的に合わせといわれる裏地のある着物を着るのが一般的ですが、暑すぎる、耐えきれないという着物の民も多く、今週から一重といわれる裏地のない着物を着始める人が多く見られました。本日一重の着物を着用しているかえりさんはインタビューに対し、一重でも暑すぎる、もう夏物や浴衣を着てもいいのではないだろうかと語っていました。次のニュースです。新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言が5月末まで延長されましたが、以前の放送でもお伝えしたように、現在の日本ではオンライン〇〇というものが引き続き流行している模様です。かえりさんは以前の放送でもお伝えした通り、知人が企画しているオンラインラジオ体操に頻繁に参加しているようですが、昨日のオンラインラジオ体操は気づいた時には時刻になっており、急いで参加したが、いつもより人数が多く、その上全員男性のコスプレをがっつりしており、一人だけふわふわスカートの和洋折衷コーデだったので、なんだか少し気恥ずかしい気持ちになってしまったということです。かえりさんは、まだ和洋折衷コーデでよかった、部屋着だったらそのまま退出してしまっていたかもしれないと語っていました。以上、帰り道ニュースでした。イブニング帰り、はい、ということで今日もなんかねバカみたいだって言ったらおかしいけどね、はい、私の日常をニュース風にして読みましたちょっと聞いて、その前にちょっと聞いて、あのさ、コメントがさ、あの私がこう一覧にしてた今日コメントビューアーっていうのかな、調子がさすっごい悪くって、なんかさっき一旦閉じたら、あの送ってくれてたやつ全部消えちゃったあのね、 Facebook の方はね、 Facebook の方一旦見れるんだけど、 Twitter の方がね、コメントね、その間にくれてたのがもしあったらね、ごめん、あのダメかも、見えなくなってるかも、ごーんと申し訳ないです、すいませんでした。はい、ということでね、今日はなんかね、ダメだね、一発目からさ、曲をさ、こう曲名をさ、こうアーティスト名でゴーアンブラザーズさんで青春バカって言って、こうさ、かっこよくさ、こう言ったのにさ、パッて押してピッて自分でさ止めちゃったいや、びっくりしたわ自分で、ピッて、ね、まさかそんなね
止めると自分では思ってなかったのでね、ちょっとねびっくりしたわ、何してんだろうと思いながら、まあそんな感じでございますがね、今日もねゆるく喋っております。はい、ということでね、コメントいただいてます、ご紹介させてください。ゆるけんさん後で紹介させてね、ちょっと長めだったから。シータにゆずるさん、あ、こっち聞いてくれてるんですね、ありがとうございます。えりさん聞いてますよということで、めっちゃ嬉しいです、ありがとうございます。そして猫さん、神新聞ニュース、神神ってこれどっち、神で神ってあれ、あの神ってあのなんだろう、したったらずみたいな神がこれ合わさってんのかな、じゃあ何も言い返せない今日ね。リアカさん、ラジオ体操、一人は普通の人間の姿だったよ。本当にみんなあれじゃなかった、あのさ何人いた、私とヤカさんとあと2人と画面に映ってない人が1人いたよね、確か5人違ったっけ。そのうち少なくともビデオ共有されてた3人は髪の毛の色が普通の色じゃなかったいやびっくりしたよ本当にさ、何気ないさ、最近なんかさそのコスプレイヤーさんっぽい人が来るの多いなとは思ってたんだけどさ、まさかさ、バッて入ったらさ、こう画面共有されてさ、こう4分割になってうちさ、私以外ババババババってさ、全員男性のコスプレがっつりしたさ、人たちがいて、おう、これどうしようとなったよね。いやね、もうね、すっごい辛かった。やばい、なんか一人絶対浮いてたよなと思ってさ、いや、あの時の配信分の、スクショがなかったから皆さんにはこうお見せはできなかったんだけど、まあそういうこともあったさ。ヤカさんありがとうね。でなんか猫さんどうしたの、はてなびっくりって言ってるけどね。でマーリーさんありがとうございます、今日も聞いてくださってますね。和洋折衷コーデのエリちゃん、最近は YouTube を見てるよ。エリちゃん19時まで頑張って、サプリメントボイス、サプリメントボイス今日もサンキューということで、マーリンさんありがとうございます。ねえ、このタイミングでマーリンさんもね、何かと多分お仕事が今不定期みたいな感じになってる中で、もマーリンさんあれですよね、確かちょっとお忙、どっちかというと暇になってる側じゃなくてちょっと忙しくなってる側だったかと思うんですが、うまいことね火曜日タイミング合ってるようでめっちゃ嬉しいです、ありがとうございます。楽しんでいってください。 YouTube 見てるってめっちゃ嬉しいわ。 YouTube の話もしようかな後で。で藤崎亮さんライブ配信あるあるもうねびっくりした、もうねあれだよ、痛い、手も振ったしね今ガンって。いやーなんだろう、 FM 5条の方もさ、言うて PA さんがいるしさ、なんか PA さんで私は喋る側っていう感じだから、まあ喋りに集中できるわけだわ。ただね、あれはライブ配信でビデオがついてるから、そっちも気にしながら喋ってんだけどさ、あれさ最初さ動画のさ配信私だけ今してるんだけどさ、やり始めた時にさめっちゃ動画が気になって気になって、最初めっちゃやりにくかったのに、気がついたら今あれがない方がめっちゃやりづらいみたいなね人間になってしまってて、まあね慣れて怖いなっていうのはちょっとありますよね。そしてあ、ももちゃんありがとうございます、かえりちゃん勉強しながら聞いてますということで、ありがとうございます。ね、何の勉強してらっしゃるんでしょうかね、気になるわ。ももちゃんはあれですよね、広島のミスコン、あれなんだろうかな、ちょっと調べたばかりで今パッてね出てこないんだけど、ごめんね。なんかちょっとそういうミスコン的なやつでファイナリストになってるね、綺麗なねお姉様だよ。お姉様って言ってるけど私より一応年は下なんだけどね、もうねなんだろう、威厳があるこんななんかふわふわしてる人間じゃないよね。ももちゃん勉強頑張ってください。はい、そしてですね、まさむんさんありがとうございます、やっとコメントくれた、携帯いじっててコメントくれませんってなってトラブってました、ようやく参戦、元気な声が聞けて安心したといただいてます、ありがとうございます。あらま、何だったんだろう、コメント送れなかったんだね、何だろうか、何か不都合かな。私の方もねこれね、さっきビュー数が見てる人の数が0人だって、ずっとで更新したくて消したらね全員のコメント消えて見れなくなっちゃったんだけど、今もねこれ多分ねツイッター側かフェイスブック側かどっちかの人数しかこれ出てないんですよね。さっき曲流してる間に見に行ったら数おかしかったんで、なんか今日はねちょっとトラブルがあるね、こっちの配信側もトラブルがあるしコメントも打てないということで、そっちもねちょっとトラブルがあるっていうことでね、ちょっとトラブル続きなね放送になるかもしれないけどね、まあ楽しみながら行こうと思ってるよ。はい、そんな感じでね
ね、いろいろ喋ってたらね、結構ええ時間になったわ。ね、今じゃあニュースの話をなんかさ、この10分の間、ニュースの話とかさ、一応さ、自分の中でさ、大体こう区切ってんのよ。どこで何の話するってさ、全然ニュースの話しなかったよね。またね、この話は後でしていこうかなと思ってます。はい、ということでね、ここでまたね、一曲聴いていただこうかなと思います。はい、前もですね、曲流させていただいたんですけれども、歌うソミリエ。水船いつきさんがね参加している、バンドになるのかなこれ、うん、の曲をね今日もねかけていきたいと思います。今いいとこだね、これ BGM 切れたね、めっちゃ嬉しい。はい、ということでね、今回途中でね曲切ったりしないから任せて。はい、ということでね、それでは1曲お聴きください。ノーエンド水船いつきさんで傷跡。したやつり人形よ、からまた移動立ち来ておいでよ、会いたい話したい見つめたい君を待ってる、ずっと前から隠さずにいられない、また泣きつわどうも一歩踏み出して、知りたい、触りたい、奪いたい、君を呼んでる、からずつが桃源郷みたいな無駄の境地へと、君とならI'm not
パパ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 イブニング帰り。はい、ということで時刻は17時30分回りました。はい、大阪府は私が大好きな本屋 T サイト、そしてですね枚方声もほぼ縛っております。枚方の自宅からツイッター、フェイスブックのライブ配信で緊急事態宣言収束までの間、毎週火曜日17時から19時でお届けしておりますイブニング帰りでございます。はい、パーソナリティはあなたの心に一石を投じる和洋折衷コーディネーター帰りこと石投げえりがお送りしております。はい、ということでね、ここでメッセージいつご紹介したいと思います。これねメッセージが上手に見れないんだ今、ごめんね。フェイスブックの方ね、はい、ゆるけんさんお待たせしました、メッセージありがとうございます。和寄せ中コーディネーターかえりさん、こんにちは。こんにちは、フェイスブックから聞いていますよ、ありがとうございます。今日も家からのラジオ発信頑張ってね。はい、頑張るのは何、頑張るのがんは、頑張るのがんは元気の1ページです。漢字伝わるかな、これ何読み方合ってる、ちょっと合ってるかな。コロナのおかげでオンラインでつながることが増えてますね。ゆるけんの10年ぶりくらいの久しぶりの友人がメキシコに仕事で行っているのですが、時差はあるものの LINE ビデオ通話で飲み会していました。便利な時代ですね。カリさんもオンラインで素敵な人に会えてますか、というメッセージいただきました、ありがとうございます。オンラインね、あれだね、ラジオ体操でコスプレイヤーさん3人とご一緒したよなんだろう、でもねそれラジオ体操一緒にしただけで会話はしてないのよ。なんかね、もうあまりにもね居心地が悪すぎてって言ったら失礼だけどさ、いや本当にね、あの中でさ一人だけさ、あのスカートフリフリでめっちゃ可愛い格好をねしてて、あのねその前に昨日にアップした動画があるわけですよ。あのなんて箱庭さんコーデっていうのでアップした動画の撮影をちょっとしてまして、それがやっと終わったと思ったら、なんか LINE がめっちゃ来てるなと思ったら、そのラジオ体操の LINE だって、あいかんこれは早く行かねばっていうのでね、こう行ってみたら、まあすごいよね、あのかっこいいコスプレイヤーさん3人がいて男装しててやべえってなって、あの早々に出てきてしまったから、こうなんだろう、会話中会話はしてない、残念ながら。なんだろうな、他なんかやった？あとあれですね、音響の方をしているあの放送局の方の、あのなんだろう、パーソナリティさん同士の交流会みたいなのに参加したけど、私はスタッフ側で参加してたので、まあ、特になんか交流したっていうほど交流してない。あとは仕事仲間と1回2人で差し飲みしたのと、明日なんか小学校の子の同級生とオンライン飲み会ちょっと久々にしようかみたいな。半年ぶりぐらい？違うな、あでも半年ぶりぐらいか、今年の初詣ぐらいの時に会った友達で、それから会ってないので、まあその友達とちょっとまあオンライン飲み会しようかっていうぐらいでね、あんまりオンラインで出会いはねえな。これ皆さんオンラインでなんかしてますかね、どうなんだろうね。一般の会社員の人とかはあんまりズームとかしないのかな。でも会議とかでズーム使ったりするのかな、ちょっとよくわかんないんだけどさ、まあ私はそんな感じだわ、はい、ということで、コメントいただいてます、ありがとうございます。 Facebook の方ですね、遅れましたが聞きに参りましたということで、あ、ありがとうございます。ジョンさんでいいのかな、これ Facebook の読み方がわかんないね、あの曲の提供をいただいてるお兄さんです、ありがとうございます。はい、今日ですね、6時台にね曲流させていただこうと思ってますので、ぜひぜひね皆様ね楽しみにしていっていただきたいと思います。今ねコメントくださっているのは多分ね6時10分ぐらいから流すかな、J エースさんっていうね方が聞いてくださってます、ありがとうございますね。いやー、たくさんの人が見に来てくれてってね、これだから今日ね数字おかしいんだよ、見てる人の数字でね調べたらね、 Facebook 側で見てる人の数字だけ出てて、 Twitter 側で誰が何人見てるかが分かんない、今日いけんな。はい、ということでね、はい、ここからはちょっとねまたお話変わります。はい、FM5 条の方、イブニング5条780という番組ね、
ね、普段はさせていただいてまして、この火曜日の17時から19時でお話しさせていただいてるんですけれども、今緊急事態宣言が出ておりまして、まあ遠方にこう移動すんなよ要請が出てるので、まああのパーソナリティしに行けないので自宅でやってるっていう流れなんですけれども、通常ここの時間帯はだいたい絵本の広場っていうのをやってるので、まあ絵本の広場ばりに今日もね、一冊絵本じゃないよ、漫画だよ、はい、おすすめしたいと思います。これ知ってる人どれぐらいいるのかな。もう多分ね、最終回というかこれもうね終わってるんだわ、話的には。羊様のお気に入りという文で、ザワレイさんっていうのかな、またちょっとストーリー考えてる人、ストーリー構成は津山冬さんっていう方で、別の人が書いてる文になるんですけれども、白戦車で合ってんのかな、うん、白戦車さんかな、から出ておりまして、まあどんな感じの話かと言いますと、両親を亡くして元名家の祖父母に引き取られた陽ちゃんっていうね、主人公というか女の子がいるんだけど、すっごいセレブの高校の創成館学園にねこう通うことになりまして、で編入早々ね、陽ちゃんはね名門の御曹司だけど、実力を磨くために、まあ、バトラークラスっていうのがね、まあそこのそもそも通ってる全寮制の創成館学園っていうところは、この両家の子女が通うロード&レディークラスっていうのと、執事養成のバトラークラスっていうね、こう2つのクラスがあって、でバトラークラスは男子だけで1学年1クラス、文武両道に秀でたこう男子たちが集っていて、優秀な執事になるために切磋琢磨、ね、あのするっていう超エリートコースなわけですよ、ここがね。でそしてロード&レディークラスの、ロード&レディークラス生とバトラークラス生はこう在学中に専属執事の契約を結ぶこともできるっていうね、あのまあそういうもんなんだけどね。まあそこで、まあ、バトラークラスに通ってるりょうちゃんはね、白鸚さんっていう人と仲良くなるね。で大の専属になる気もないんだけど、白鸚さんはないんだけど、なんかこう両親がねこう侮辱されて専属執事を探すっていうね賭けにこう乗せられちゃったりょうちゃんのためにこうりょうと専属契約をこう結ぶわけだよ、白鸚さんがね。ね、こんな感じでね、突然始まってしまったこうお嬢様生活に戸惑うんだよ。まあすごいね、りょうちゃんはねもともと普通の家の子だったけど、いきなりこう祖父母に、引き取られて、あのなんかちょっといいとこのお嬢ちゃんになっちゃったわけで、まあね、白鸚とこういろいろねしていって、なんかドレスを着てこう一緒にねこう舞踏会みたいなところに行ったりとかね、まあそんな感じの学園生活が始まりますよっていう、まあそういう感じで今ざっと読んだけどさ、執事様のお気に入りだよ。あ、ちょっと待って知ってる人がいたよ、うわ懐かしい、前回持ってましたっていう人がいる、いやめっちゃ嬉しい、わ懐かしい、白鸚めっちゃ好きでしたっていうね言ってくれてる人がいるわ。いやもうね、通じる人がいてねめっちゃ嬉しい。私ねこれ全然ね持ってるっていう人に会ったことがなくって、まさかここの配信でね知るとは思いませんでした。で白鸚さんはいいとこのねお坊ちゃんだけど、実力をつけるためにこうなんだバトラークラスにこう行ってるわけなんだけど、まあその白鸚になんか付き従ってるみたいなねお二人がいて、いおりさんっていう人とはやとさんっていうね、いおりさんはすっごいあのお上品な感じの執事さんで、はやとさんはなんか頼れるお兄ちゃんみたいなね、そういうねあの熱血感みたいなねあのお兄ちゃんなんだけどね、いや私はこのね白鸚さんに付き従ってる二人のねこの執事さんがねめっちゃ大好きでしたわ。まあねこのりょうちゃんの天然な感じ、なんかこう嫌味がない感じとかねすっごくいいんですよね。これ全巻で何個あるんだろう、あのねこれね私引っ越しを結構4回ぐらいしてるので、引っ越すたびに結構漫画とかを売ったりとか人にあげたりとかでこう減っていってて、であのこの引っ越しの中でも唯一生き残っているのがこの羊様のお気に入りで、こう買い戻したのがギャルズですね、前回のね。前回行ったギャルズはあれはもうあの最近ね続編が始まったから欲しくて、まあ、買い戻したっていうのの、今だから家にある漫画はこの2つになりますが、羊様のお気に入りはねいいよ、たまらん、白鸚さんがたまらん。いやすっごい雑な説明だけどね、まあねいろんな可愛い子たちが出てきたりとかするからね、いやねこれは語り始めると止まらないからね、まあこれぐらいにしとこうかなと思います。はい、ということで絵本の広場じゃないけどね、この時間は絵本の広場をいつもやってますということでね、
辻様のお気に入りを知ってる方がギャルズって言ってるよ。ギャルズも知ってるのかな、ね、ギャルズは前回紹介させていただいて、わかるということでめっちゃ嬉しいです。わかりますか。今ね、電子書籍の方で続編が、まあ、前回言ったけど始まっておりますので、今ちょうどね単行本の1巻が出たんですけれども、あまりに人気すぎて、あの予約が止まってるというか、販売全部売り切れて止まってるみたいな、なんか出版社から直接買うようになります、予約制ですみたいな感じに今なってて、まあ、言うてる間にまたね、発売始まると思うんですけれども、まあ、一応漫画ミーというところでね、過去の話も読めたりするので、ぜひぜひギャルズとして、あれですね、今羊様のお気に入り、はい、あともう一個めっちゃ好きなあるんだけどな、あのね、それもね、白戦士花という夢コミックスのね文なんだけど、それはね、なんだろう、手元にないんだわ、なんでだろうな、実家に置いてあるのかな、まあ、それもね、金魚草っていうやつだったかな、それもね、あの耳の聞こえないなんかこう美形のお兄ちゃんが太鼓叩くみたいな、あれ合ってるかな、なんかと話ごっちゃになってる気がするけど、まあそんな感じの話とかいろいろね好きなのありますので、またここでご紹介していこうかなと思っております。はい、ということでね、またここでね一曲聴いていただきたいと思っております。はい、前回もですね曲流させていただいたアーティストさんなん、前回だったかな、前回だな、もう曲流させていただいたアーティストさんなんですけれども、あのメイフィーさんっていう方なんですけれども、あの昨日かな、昨日本当はね、あの高槻ジャズストリートっていうイベントにねこう出るはずだったんですけれども、まあちょっと今のコロナウイルスの影響でこう出られなくなってしまったということでね、実はその方がね今日のもう終わっちゃったんだけど、お昼の1時と1時半ぐらいからねちょっとリハーサル、一人リハーサルじゃない、一人でこう配信して演奏してっていうのをねちょっとやってらっしゃって、私もちょっと聞いてたんですけれども、いやいや本当にねこう大事なイベントをね、だこうまあまあ今コロナを広げないためにっていうのでこう断念されたアーティストさんなんですけれども、まあダンス講師をもともとされてて、ロンドンにね音楽留学行かれたりとか、まあ、フランスに渡ったりとかで世界でこう活躍されておりまして、今はね日本で音楽講師しながらライブ活動しておりますっていうアーティスト、噛んだよ、はい、ライブ活動しているっていうアーティストさんでございます。はい、ということでね今日も曲持ってきたので聴いてください。メイフィーさんでマインドマップ。Smells, cafe, roots of your man. Scratch, hint, fresh backup, underground, fresh white, in the black. Okay, back to the beginning. This is only starting. We gonna drawing every way anyway. Cause canvas in your mind. What's up? Show me next to it's your story. Turn the page of a creation, conversation, composition. Take me to the next of a line me.The words of a way say my life with shape of a melody. Smells, cafe, roots of
your mind. Lost, letter, found, bitter, jump, ladder, time of a lover. Don't you, this is the only study. We're gonna join everywhere anyway. Cause canvas in your mind. What's up? Show me. Next thing is your story. Turn the page of inspiration, imagination, illustration. Take me to the next level, line me. The words of the way say my life with the shape of a melody. Right, dot, swing, fall, smells, cafe, loops of your mind. Lost, rhetor, found, bitter, bridge, turn now, ticket, 0423. イブニング帰り。はい、ということで、あれこれ声入ってる？入ってるね。はい、失礼しました。はい、ということでね、時刻は17時47分回ろうとしております。大阪府は私が大好きな本屋の T サイト、そして枚方公園もほぼ閉館中の枚方市の自宅から、 Twitter、Facebook のライブ配信で緊急事態宣言収束までの間、毎週火曜日の17時から19時までお届けしております、イブニング帰りでございます。はい、パーソナリティはあなたの心に一石を投じる和洋折衷コーディネーター帰りこと石投げえりがお送りしております。はい、ということでね、はい、17時台エンディングだよ。ね、そしてコメントいただいてます、ありがとうございます。猫さんがね、また曲聴いてくださってる時に、なんだろう、この、ね、猫マークに音符みたいなんでね、聴いてるよ的なやつをくださってますね、いつもありがとうございます。ね、本当にね、いろんな人からね、こう曲の提供いただいてるのでね、いろいろこう聴けて楽しいなっていう感じでございます。でね、あれですよ、今日あの前回前々回曲を流させていただいてました、あのコインソングライター、合ってるかな、ゆうかさんっていう方がね、こうご紹介させていただいたんですけれども、ゆうかさんもね、今の時期こう活動がねできないっていうことで、まあ、いつも収録してるスタジオとかにも入れないっていうことだけれども、家からねこうピアノでライブ配信しますっていうのでね、まあ、YouTube でやろうとしてらっしゃったんですけれども、なんかうまくいかずということでインスタライブに切り替えてやってたんですけれども、いろんな人がねこう届けたいということで、こうライブ配信したりとか、いろんな思いを持って活動してらっしゃってね、こういう時にね、やっぱり自分が一番大事にしてるものっていろいろわかるんじゃないかなと思ってね、すごくなんかいろんな気持ちになってます。すごい適当だな。いやでもね、あれですよ皆さん、残念なお知らせですよ、ね、お知らせというかさ、あのもう全然わかってると思うけどさ、緊急事態宣言が延長じゃないですか。はい、ということはね、もちろんこのイブニング帰りも延長戦でございます。帰れないご情に。まあね、あの帰れるとは思ってなかったから、そもそもいいんだけどさ、なんかさ、でもさ、こう局地的に解除になりますみたいな話もなんかちょっと出てて、これ局地的に解除って、これ奈良県解除になって大阪出てた、私はこれ移動してもいいのかどうなの、これどうなんだろうと思ってたけどね、もうあの全国的に緊急事態宣言延長ということなのでね、うん、そんな悩みもなくなりました。っていうかね、そんな局地的にこう解除しても仕方がないからさ、本当に閉めるときはこうしっかり閉めてっていう方がいいんじゃないかなとは思うからさ、まあね、経済的に大変っていうのはあるかなと思うんですけれども、まあしゃないかなっていう感じで、まあまだまだこのイブニング帰り、あと何回、5月になったあと何回できんのこれ、
ね、あの緊急事態宣言が解除されればね、今日で最終回だったんですけれども、なので5月中は、1、2、3、4、あと4じゃない、あと3回かで言って、でもとりあえず3回は少なくともありますね。いやーどうなんだろうね、6月解除されるのかな。解除したら解除したでさ、また大変なことになりそうだからちょっと難しいんじゃないかなと思いながらも、まあとりあえずね、あと3回は延長戦ということでね、ここからまた頑張っていこうと思っております。はい、ということでメッセージというか、コメントいただいてます。ありがとうございます。まーさん、まーさん今日もありがとうございます。エディさん今日も参戦してますよということで、めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。そしてたけさん、たけさんありがとうございます。こんばんは、今から聞きますということで聞いてくださってありがとうございます。ねえ、 FM5 条の方だったらリクエスト曲ね、こう流してできるんですけれども、ちょっとリクエスト曲はね流せないんですけれども、ね、その代わりね、こう私が素敵だなと思う方の曲をねお届けしている形になりますので、ぜひぜひね新しい曲との出会いもこう楽しんでいってもらえたらいいんじゃないかなとこう思っております。はい、ということでね、まあ、また自分の話にちょっと戻るんですけれども、皆様今日は5月5日ですよ、5月5日。さあ5月5日何の日でしょうか。子供の日ですね。子供の日、今更子供の日って言ってもな、あの別に自分が子供がいるわけじゃないからさ、こう端午の節句をお祝いしてあげるという人もいないし、まあ兄弟で兄がいるけど、まあそんな端午の節句のこう兜の飾り出すとかねないもんな今だと。まあ五条に帰るとね、あの大川橋通りのところにあの鯉のぼりが今めっちゃ泳いでるんだろうなと思ってさ、いや鯉のぼりもっとね見てくればよかった、目の裏に焼き付くほど見てきたよかったわってはねちょっと思うんだけど、まああと何かな、ちまきとかしわ餅食べたいなっていうぐらいかな。いやだってもうね和菓子大好きなんだよ、特にねちまき大好きなの私、ちまき。コナンくんの誕生日っていうのが来た。コナンくんの誕生日、それはびっくりした。あ、あとあれですよ、中野家5つ子の誕生日、多分わかるかな、なんだったっけ、なんだったっけ、出てこない、誰か助けて、中野家5つ子、何5つ子の花嫁、なんかちょっと違う気がするな、5つ子の花嫁で合ってる、誰か訂正して、アニメもやってたんだけどまた人気もやるんじゃなかったかな、のアニメの5つ子ちゃんの誕生日も5月5日じゃなかったかなと思う、確か。そっか、コナンくんの誕生日、コナンくんの誕生日っていうのが飛んでくるとはちょっと思わなかったで、ね、ということで、まあちまきとかかしわ餅が私は食べたいかなっていうのと、あと5月5日昔のまあ自分の思い出的な話をすると、まあ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 この3月、4月、5月とかね、もともと子ども写真館の店長をやっててカメラマンもやってたんですけれども、まあこの時期ね売り上げ上げるのがめっちゃ難しかったっていう記憶があります。売り上げを上げるって、まあどういう話かっていうと、そもそも写真が撮れない。なんでかっていうと、まあ、初節句みたいなのがね、女の子は3月3日の桃の節句で、5月の5日は男の子の節句じゃないですか。で初節句ってだいたい3ヶ月ぐらいから1歳過ぎぐらいまでの子で、まあまあ初めての節句の時にあんまりちっちゃい1ヶ月で1ヶ月ぐらいの時に節句迎える子は次の年にお祝いの写真撮ったりするんだけど、まあその時期ってさ、ぼちぼち人見知り始まってくんだよ。8ヶ月とかね、8、9、10、11、1歳、1歳半ぐらいまでみたいなのがね、もうね、まあすごい、まあすごいね人見知りするんだわ。まあ写真撮れたもんじゃないよね。もうね、あのひな飾りとかさ、端午の節句のこう飾りのね、あれって結構さ、バーンってさぶつかったらさ、すぐに飾りとかさ落ちたりするわけですよ。わかりますよね皆さん、ひな人形とかさ、もう子供たちがブンブン手振り回して当たったら落ちたりとかでさ、ほんでちゃんとした写真なわけですよ。置き方間違えてたり何かが落ちてたりとかしたらアウトなわけですよ。まあそんなんもあるし、まあそもそも撮れないしっていうのでね、まあこの時期写真撮るのはめちゃくちゃ大変だったなっていう記憶はありますね。まあ私の5月5日子供の日の思い出はそんな感じかな。はい、っていうところでね、コメントいただいてます、ありがとうございます。エリカさん、エリカさんありがとうございます。今日聞けてる感じなんですね、ありがとうございます。でもゴールデンウィークだからちょっと聞きやすいのかな、どうなんだろう。ルフィも誕生日だね。コナン、そしてルフィ、
そして5つ子の花嫁、なんかちょっと違う気がするんだけど名前合ってないんかな。そして藤崎亮さん、5つ子って聞いておそ松さん思い浮かべたけど、あいつら6つ子だった。あ、そうなの。あの、私あんまりおそ松さんを知らなくってさ、あの人たちはあれなの、6つ子なのね。ここのコメント今日くれてる人の中でもね、何あれ、チョロマツとかなんか名前がいろいろついてるの、あれちゃんとした名前がチョロマツとかいうのかな、よく分かってないんだけどさ、なんかそういうコスプレとかもしてる人が今日聞いてくれてたりとかするよね。おそ松さんって結構ね人気だったりするみたいなんですけれども、私いかんせん全然分かんないんだよな。ワンピースはねかろうじてちょっと分かるけど、チョッパーが、あ、五等分の花嫁、そうだ、五等分の花嫁だ、それです、それですいきなりチョッパーの話からね、五等分の花嫁に飛ぶなよな。そうです、五等分の花嫁って言いたかったの、中野家五つ子はあれなんですよね、オープニング歌ってるアーティスト名が中野家五つ子だったんですよね、確か。そうだよ、五等分の花嫁もね、こう最終回をしてね、FM 五条の方では喋ったけどさ、まさかあいつと結婚するのかみたいな、私が一番結婚しないと思ってたとこと結婚しててちょっとびっくりした。私原作読んでなくって、アニメの最初の方、アニメになった分しかちょっと見てないので、まあまああのあといろいろその子といろんなこう関わり、過去の関わりとかがあっての多分結婚になるんだろうなっていうんだけどね。あれも面白いですよね、最初から5つ子のうちの誰かと結婚するっていう、終着点は分かってるけど、さあこの中で誰と結婚するかみたいな感じで話が進むっていうね、あの持っていき方は結構面白いやなっていうのを思ってました。ということで、まあ喋りすぎたわ、そろそろ17時代最後の曲いってみたいと思います。シンガーソングライターさんで、まあ、全国にこう歌を届けてる傍ら、人権公宴会であったりとか個人セッションとかね、まあ幅広く活躍されている小春さんというね方がねおられまして、こちら小春さんのね曲をねここで1曲お届けしたいと思います。それではね17時代最後の曲聴いていってください。小春さんで心に夢を、18時代もお帰りって言わせてね。どんなことがやってきても夢
帰りが18時をお届けいたします。はい、ということで時刻は18時を回りました。大阪府は私が大好きな本屋 T サイト、そして枚方公園もほぼ閉館中の枚方市の自宅から Twitter、Facebook のライブ配信で緊急事態宣言収束までの間、毎週火曜日17時から19時でお届けしております。イブニング帰りでございます。はい、パーソナリティはあなたの心に一石を投じる和洋折衷コーディネーター帰りこと石投げえりです。はい、今日も皆さんに元気をお届けできるよう後半戦の1時間もライブ配信楽しんでお届けしてまいります。ということでね、はい、通常私はね、一応説明しとくよ。時間変わったからね、奈良県五条市の FM 五条のスタジオからイブニング五条780っていうね番組お届けしているんですけれども、この火曜日の17時から19時、今ちょうどやってるんだけどね、まあこちらがね新型コロナウイルス感染症の影響で県をまたいでね出局自粛の要請が出ておりますので、自宅で私個人でお届けしております。ということでね、はい、今日はですね月曜日のイブニング五条780の担当でございますうさぴーさんが第だで言ってくださっております。うさぴーさん今日はありがとうございます。はい、私もね後半戦も提供していただいたアーティストさんの楽曲とともにお届けしていきたいと思っておりますので、はい、後半戦も1時間もよろしくお願いいたします。はい、ということでここでねメッセージ1つ、めっちゃ噛んだ。はい、ここでねメッセージをお届けしたいと思います。ということでね、アニメ声優大好きというね、一応コーナーをね4月から作ったから、ウェニング5条780のね何タイムテーブル持ってる人は見たと思うけど、4月からねタイムテーブルにもねコーナー名変わりましたよっていうのをこう載せてるんだけどさ、コーナー一つもしない間にね私行かなくなっちゃったからね、ここでやってやるんだということで、アニメ声優大好きということでね、まあその辺の話をちょっとしていこうかなと思っております。はい、ということでねメッセージご紹介していきます。マリさんこんばんは。こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。毎日の着物コーディネートお綺麗ですね、ということでありがとうございます。さて先日京アニ作品の人気投票の結果が発表されました。結果は1位バイオレットエヴァーガーデン、2位響けユーフォニアム、3位がフリーシリーズでした。バイオレットはさすがのクオリティだったので納得できる結果ですが、リズと青い鳥を加えると UFO がトップですね。これ青い、紫魂さん、ごめん紫魂さん、私ご紹介したかな、してないかも。ラジオネーム紫魂さんからいただいてます、失礼しました。UFO がトップということで、さてカイリさん、京アニの作品ベスト3はどちらの作品でしょうか。私は心が揺さぶられる響けユーフォニアムがトップですが、その次は聴覚障害者を取り巻く完全じゃない人間たちの物語、声の形、そして飛騨高山を舞台に素晴らしい美術を見せてくれた評価あたりが好きです。では本日も楽しみにしておりますとメッセージいただいてます。紫魂さん今日もありがとうございます。あー、バイオレットエヴァーガーデンの絵はやばいね。見て、外伝見たよ、外伝映画見ましたよ。いやー、みんながね、なんだろう、エイミーって言われね、主題歌がエイミーっていう千原みのりさんが歌ってる曲なんですけれども、エイミーの意味はここかと思って、なんかエイミーという言葉に何かが含まれているみたいな話はこう聞いてたんだよ、リスナーさんから。どういうことやろうと思ってこう思ってたんだけど、いや、エイミーそういう意味と思ってさ、しかもさ、あれびっくりしたのがさ、前半のこう30分じゃないわ、あれだいたい1時間半の映画じゃないですか。で、最初の45分ぐらいで前編が終わるっていうかさ、あれなんかその最初の話と、まあ、そこで一旦区切れてその後の話みたいな感じでこうあるじゃないですか。いやもうね、前半の45分の部分で、え、ちょっと待って、これで終わりですかっていう感じのもう出来上がりぐらいで、もうあれで1時間半みたいなのやつを作ってもいいぐらいの、めっちゃ前半だけで満足度の高い高い作品でございました。いや後半も泣いたけどね。いやー、もう音ちゃんがもう泣けるわっていうのがあってね、いや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 、いきなりバイオレットエヴァーガーデンの外伝の話になっちゃったけどさ、いや見ろ見ろってこう言われてたけど、なかなかこうタイミングがなくというか、こう見ようっていう機会がこう作れなくって見てなかったんだけど、いや見た方がいいわあれは。はい、ということでね、で私の3位は何ですかっていうとこで、あと京アニ作品ね、なんだろう、軽音
後のやつってあんまり見てないんですよね、実は。なんで評価とかフリーとか、あと軽音もね、ちょっと日常なんでね、ちょっとだけかじってやめたんですよね。で、鈴宮春日は見てますよ。で、日常はね、見てない。で、教会の彼方も見てなくって、中二病も見てないんですよね。結構見てないのよ。小林さんちのメインドラゴンは1話だけ見た。で、そしてラキスタも実は見てない。タマコラブストーリーも実は見てない。エアーはね、若干 DVD かな、ブルーレイで見たんだけど、ね、これもあやふや。フルメタルパニックって、フルメタルパニックってこれあれだったんですね。京アニだったんですね。あんまり知らなかった。で、天城ブリリアントパークは見てた。タマコマーケット見てない。カノン見てる。無再現のファントムワールドは見てる。かなっていう感じだね。今これね、あの紫魂さんがそういうあの結果が何位が何ですよっていうこう表を送ってきてくださってるのを見てるんですけれども、難しいな。まあまあまあ、私の中で結構好きなのはバイオレットエヴァーガーデン、あの最近ハマったんだけどね、バイオレットエヴァーガーデン、響けユーフォニアム、あと結構ツルネが好きなんですよね、この3つだな多分。あとね、でもね、アンマギブリリアントパークじゃないな、無再現のファントムワールドがさ、これ実はちょっと思い出があって、なんでかっていうと、私さ4月25日生まれなんだけど、知ってるキャラクターと誕生日が一緒のって全然いなかったんだわ、今まで全然いなかったんだわ。これね、無再現のファントムワールドの中の赤髪のキャラクター、誰だったかな、忘れた、のキャラクターの子が4月25日生まれで、いや私が分かるこのキャラクターの中で誕生日が同じ唯一の子がこの子なの。なんかね、もう一人いたんだけどな、あのなんだったっけ、花地っていう曲、小林優さんが歌ってる花地のやつのアニメってあれなんだったっけ、あのなんか双子の子が、あのめっちゃ可愛い女の子みたいなくせに実は男の子みたい、腹黒の男の子みたい、名前出てこないわ、誰か知ってたら教えて。で、そのアニメのキャラクターもね、確かめっちゃ枠役っていうか、めっちゃサブキャラの子が誕生日一緒なんだけど、だからちょっとメインどころで誕生日が一緒っていうのが、この無再現のファントムワールドの子なんだよね。それはすっごい鼻血、そう鼻血、ね、今コメント鼻血ってくれたけど、これ何のアニメだったかな、すっごい忘れちゃった。なんかね、あの2期まであったよね、確か両方見てたけど。っていうことで、これの中で、1、2、3、1って言うとね、意外とツルネも好きなんだよね。ツルネ、難しいなー、あー、なんだろうかな、マリアホリック、そう違う、その話じゃない、今京アニの話をしてるんだけど、コメントの中で鼻血を歌ってる、小林優さんが鼻血を歌ってる、あれがオープニングのやつは何かなっていう話をしてたらさ、マリアホリックって言ってくれた子がいてさ、そうマリアホリック、マリアホリックね、このあーって言ってるのもあれですよね、あの歌詞の中で結構あのなんだろう、ちょっとエロティックな感じでなんか叫んでるみたいな歌詞があって、それだよね多分。ファントムワールドは小糸ちゃん、多分小糸ちゃんだったと思う、赤髪の子、そう小糸ちゃんが4月25日前だった確か、違ったらめっちゃ面白いよね、びっくりした、まあね、待ってランキングつけようと思ってるのにさ、めっちゃさコメントめっちゃ打ってくれるからさ、あの決まらない間にそっちが気になりまくるっていう、ちょっと待ってちゃんと順番つけるね、むずいな、難しいな、響けユーフォニアムかな、1位は響けユーフォニアム、バイオレットエヴァーガーデンで、ツルネかな、そうだな、この順番かな、まあ、言うてな最近そんなに見てないからな、もうちょっとね評価とかね、タマコラブストーリーとかね、それこそあれ見た方がいいですよね、あの中二病でも恋がしたいは結構人気だし、教会の彼方も多分ね見た方がいいんですよね。曲はめっちゃ知ってるんだよ、なんかね私アニソンがめっちゃ好きだから、調べまくってさ、なんかかける聞いたりとかがめっちゃ大好きだからさ、そっち曲は知ってるけどアニメでよく知らないみたいなのが結構多かったりするんですよね。はい、というところで私の1位は、響けユーフォニアムシリーズ、そしてバイオレットエヴァーガーデンシリーズ、そしてつるねということでね、はい、私はそういう感じでございました。はい、紫魂さん、私はこんな感じでございます。はい、ということでね、なんかさ話変わるけど、最近アニメさ結構いろいろ無料配信やってて、ハンターハンターとかもやってたんかなとか、
今出てるセーラームーンとか、あと何だったっけ、めっちゃ調べたのに調べた紙がどっか行っちゃった今。何だったか忘れたけど、今結構ねこのゴールデンウィーク中って明日で終わるんだけどさ、そこまでね無料で見れるっていうアニメが結構あったりするんで、ちょっとね見たかったんだけど、なんだろうな、こうでもアニメってこう私の中で見るっていうこう確固たるして見るみたいな気持ちにならないと見ないような、なのでちょっと見られてないから、なんかあんまり喋れなくて申し訳ないんですけれどもはい、まあそんな感じでね、はい、ここまではアニメの話をしてみました。アニメ声優大好きのコーナーでございました。はい、ということで勝手にコーナー化して紫魂さんのお便り読ませていただきましたが、ここでねまた一曲お届けしたいと思います。はい、さっきね告知した通りね、今日アーティストさんも先ほど聞いてくださっていて、今聞いてるかなわかんないんですけれども、ね、YouTube の方にもね、ミュージックビデオアップされてるんですけれども、J.A.S. さんというね、方のね、曲をちょっと流していこうかと思います。それでは聞いてください。J.A.S. さんで、季節外れのシャラビーチ。輝いて見える、気のせいかもなったってこの街、みんな下向いてばかり、時計の針ばかり気にしてたら心の針には気づかない、なんか臭い歌詞になってる、つまらないから踊ろう、崩れていく目のことやお金のことや世間体のことばかり、ちょっと寄り道すらもできない、今でしょどうせ引き立てるよ、いつしかも大人になっていた、あの頃描いていた僕はどこに、古いアルバムの中だけで大人の二文字が邪魔する、子供じゃないと言い聞かせる常識、聞き直して歩く大きせつる通りのシャカラビーチ、なぜか懐かしい景色の中を生きてきてたはずの日々たちが溢れ出す、oh, yeah、崩れていく夢の帰り。
はい、イブニング帰りが時刻は18時15分回るということをお届けいたします。なんか言い回しがすっごい微妙でしたね。ちょっとびっくりしちゃったわ。はい、ということでですね、大阪府は私が大好きな本屋 T サイト、そして枚方公園もほぼ閉館中の枚方市の自宅から Twitter、Facebook のライブ配信で緊急事態宣言収束までの間、毎週火曜日17時から19時でお届けしておりますイブニング帰りでございます。パーソナリティはあなたの心に一石を投じる和洋折衷コーディネーター帰りこと石投げえりでございます。はい、ということでね、ここからは防災インフォメーションのコーナーでございます。いつも FM 5条の方でやっておりますね。はい、こちらはね、曲の提供いただいてます。ありがとうございます。イメージウェーブさんからダズリングビーチというね曲の提供いただいております。これがね、結構さ、あの FM 5条のね防災インフォメーションの曲になんとなく似てるなと思ってね、結構いい曲がなかったんですけれども、こう提供してもらったものの中に結構いい曲がありましたので、はい、毎週使っております。ありがとうございます。はい、ということでね、今日もね、一人一人ができる新型コロナウイルス感染症対策ということでね、お話ししていこうかなと思います。ね、早く収束をして、私もいろいろやりたいことがあるのでね、できるように私も対策たくさんちゃんとやっていこうと思っております。はい、感染しないように、はい、どうしたらいいかということで、まずは一般的な感染症対策や健康管理を心がけてください。まあ、具体的にはですね、石鹸による手洗いや手指消毒用のアルコールによる消毒などを行う。そしてできる限り混雑した場所を避けてください。また十分な睡眠をとっていただくことも重要でございます。また人混みの多い場所は避けてください。屋内でお互いの距離が十分に確保できない状態で一定時間過ごすときはご注意くださいという感じになっております。まあ、詳しくお話ししていきますね。はい、まず手洗いですね。ドアノブや電車のつり革など様々なものに触れることによって自分の手にもウイルスが付着している可能性あります。外出先から帰宅時や調理の前後、食事前などこまめに手を洗うようにしてください。まあね、普通に洗うと手のひらでジャーって洗ってしまう人も結構いるんじゃないかなと思うんですけれども、手のひらだけじゃダメです。そしてね、ちゃんとね、手を濡らした後に石鹸をつけて手のひら、まあまずこするんだけど、でその後手の甲もちゃんとこすってくださいね。手の甲もしっかりこすります。そして指先、そして爪の間も念入りにこすってください。でただ爪が伸びてると、あの間こすってもね、あのちゃんと洗えないので、ちゃんと爪は切っておいて、でちゃんとゲーって洗ってください。はい、そして指の間ももちろん洗います。そして親指と人差し指の間、ここ意外とね洗えてないということ多いみたいですので、ここもしっかり洗ってあげるようにしてください。そして手首も、忘れずに洗いましょうということなんでね、この時腕時計とかはねちゃんと外すようにしてください。で最後洗ったらね、洗い終わったらね、十分に水で石鹸流しまして、清潔なタオルやペーパータオルなどでよく拭いて乾かすようにしてください。で濡れたものだままだとね、そこまたバイ菌が繁殖するっていうことがあるみたいなので、ちょっと気をつけるようにしてください。はい、そしてですね、もちろん普段の健康管理っていうのも大切になってきます。普段から十分な睡眠とバランスの良い食事心がけて、免疫力を高めるようにしておきましょうね。意外とね、なんだろう、時間があるって言ってもさ、朝こうめっちゃ寝ちゃったりとか、夜は夜更かししちゃったりとかね、そういうことを往々にしてあるかと思います。私もちょっとなりかけてたりするのでいけんなとは思うんですけれども、ね、ちゃんとね睡眠の時間こうちゃんととって、ご飯もね適当にパパって食べるんじゃなくて、ちゃんとしっかり栄養のあるもの食べましょう。今ねちょっとこのコロナウイルスっていうところでずっと家にいたりとかすると、なかなか食欲が湧かないっていう場合もあるかもしれないんですけれどもね、こまめに運動って言っても、まあまあちょっと人と接しないぐらいでお散歩してみたりとかね、外にね行って少し空気に当たる、太陽に当たるっていうだけでね気分転換にもなったりしますので、まあ、ストレスをためるっていうこともいけないのでね、免疫力しっかり高めていくようにしましょう。十分な睡眠とバランスの良い食事心がけてください。そして適度な湿度を保つっていうのも大切でございます。空気がねこう乾燥してしまうと、喉の粘膜の防御機能を低下してしまいます。乾燥しやすい室内では加湿器などを使って適切な湿度 50% から 60% ぐらい保つようにしてください。はい、そしてね、他の人にうつさないっていうこともこれ大事ですね。マスクってね、意外とね、
自分が映らないためっていうのでつけてるイメージがあるんですけれども、今このコロナウイルスっていうのが症状は出てないけど補菌してるっていうことも結構あるみたいです。自分コロナウイルスかかってるけど気づいてないっていうことがね結構あるみたいですので、まあ他の人に移さないということでもこうマスクをある人はつけるということ重要かと思います。まあ、まずね咳エチケットということでね、まあ感染症をね他の人に移さないために咳くしゃみするとき、マスクあればマスクで、ティッシュとかハンカチとか、まあ、袖とかでもいいんですけれども、口や鼻をこう押さえるということ大切です。対面でね、人と人との距離近い場合ですね。まあ、近いっていうとね、互いに手を伸ばしたこう届く距離、およそ2メートルっていうことみたいですけれども、まあ、その2メートルで一定時間以上多くの人々との間でこう交わるような環境っていうのはリスク高いとされてます。ね。で感染しやすい環境に行くことを避けて手洗い咳エチケット徹底するようにしてくださいませ。ねえ、まあ仕事とかでこう大変っていう人もいるかなと思うんですよ。やっぱり外に出ないといけないお仕事の方もいますし、今スーパーとかねこう薬局であったりとか、まあそういうところでお仕事されてる人やっぱり接客っていう風になりますので、やっぱり人と対面してこう感染のリスクがある中お仕事してくださってるっていう方々はね本当注意してやってくださってるかと思いますので、ねえなんだろう、そういう仕事をしてる人はもちろんこう咳エチケットっていうのは大事ですけれども、私たちできるのはやっぱりこうむやみやたらに外出しない。仕事の人は仕方がないですよ、出る必要がある人は仕方がないです、またスーパーとか行くのは仕方がないんだけれども、やっぱりね一人一人がこう心がけて行動していくっていうのは大事なんじゃないかなっていうのはすごく思いますよね。はい、そしてですね、まあ、今ね言ったようにこう3密避けろっていうのがねやっぱり重要なんですよね。3密でも3密って言っといて3密ってなんだよっていう感じでね思ってる人もいるんじゃないかなと思うので、ここでまた3密のお話ししたいと思います。はい、3密避けましょうということでね、まあ、集団感染が生じた場っていうのが、まあ、3密の空間の場合が多いということで、まあ、まず一つ目ですね、換気の悪い密閉空間ですね。こちら換気の悪い密閉空間が一つ目の密。そして二つ目が多数の人が集まる密集場所。多数の人が集まる密集場所。そしてですね、三つ目、間近で会話や発声をする密接場所。はい、ということでね、この三つ。換気の悪い密閉空間、多数の人が集まる密集場所。そして間近で会話や発声をする密接場所。密接場所というか密接場面かなっていうのがね、これ3つ合わさるともう大変っていう感じにはなるんですよ ね。なので今ねこうそういう空間である、まあ、お店とかはこう営業停止っていう風にはなってるんですよね。でもやっぱり経済活動っていうのは大事なのでね、一人一人がこうまあねいろんな理由でねなかなかお店閉めるっていうのが難しいっていう場合もあるかと思うんでね、まあ、自分ができる範囲でできることをやるっていうのは大事かなとは思います。本当にね私今絶対外出しないんでね、まあ仕事があったら行きますけど、まあ、写真の保育所とかはもちろん今なくなってますし、まあ、放送局の音響の方のお仕事に関しては、まあ、ほとんどスタッフと関わらないんでね、全部電話でやってたりはするので、でそこまでの通勤も全部現地だったりはするので、まあ、人と関わるのがまあ8割減っていう話があるんですけれども、まあ、私は一応8割減できてんじゃないかなっていう感じではあります。まあね、私が補菌してないという保証もないのでね、しっかりそういうとこ気をつけていきたいなと思っております。はい、ということでね、ここでコメントいただいてます、ありがとうございます。ありがとうございます。先ほど曲を流させていただいたですね、JAS さんコメントくれてます、ありがとうございます。ありがとうございます、バッチリ聞かせてもらいましたとメッセージいただいてます、ありがとうございます。いやこちらこそね、曲の提供いただいて本当に本当にありがとうございます。これからまたね緊急事態宣言延長になりましたので、またちょっとね曲使わせていただくことあるかと思いますので、よろしくお願いします。今日もありがとうございます。はい、そしてね、マサモンさんありがとうございます。大阪府の本日の陽性者7名、だんだん減ってきたぞ、復帰も近いぞ、頑張って、我慢して頑張ってやというメッセージいただいてます、ありがとうございます。ね、本当にね今日本たくさんの人が頑張ってこう陽性者
コロナの感染者減ってきてるかと思います。ただね、今減ってきたからといってまたこうまた外に出てこうなんだろう、今自粛ムードがこう弱まると、まあ、北海道とかもね一旦感染者減ったけどまた増えたっていうのもありますので、本当にね今が瀬戸際というか、今できることをすることによって早く収束する、まあ、これがどこまで長く伸びるかわからないけれども、今またねここでなんだろう気持ち緩めてこう遊びに行ったりとかお店が開いたりするとまたね盛り上がってしまいますので、コロナウイルス、ね、皆さんでできることをしっかりしておきましょう。はい、ということでね今日もなんだ一人一人ができるコロナ対策ということでねお話しさせていただきました。ここまでは防災インフォメーションのコーナーでした。はい、ということでねここでまた一曲お届けしたいと思います。はい、ね前回ねムンディレノバーティオさんというね方の曲を流させていただいたんですけれども、またそちらの方の曲でございます。でこちらは姉妹3人姉妹のねあの方の曲ユニットの曲なんですけれども、まあ川崎 FM のパーソナリティされててモデル講師のね一番末っ子のはじめさんという方が私お知り合い でその方が使っていいですよということで提供いただいております。でそちらとねまた別の方とコラボした曲ということでねこちらの曲聴いていってください。サギ・ヨウスケさん&ムンディ・レノバーティオさんでフラックス。なったら可愛い花も
イブニング帰り。はい、ということで時刻は18時31分回っております。お聴きいただいた曲はフラックスでございました。笠木亮介さん&ムンディレノバーティオさんでございました。はい、ということでね、はい、今日もお届けしております。大阪府は私が大好きな本屋 T サイトもほぼ閉館中。枚方市の自宅から Twitter、Facebook のライブ配信で緊急事態宣言収束までの間、毎週火曜日17時から19時までお届けしております。パーソナリティはあなたの心に一石を投じる和洋折衷コーディネーター帰りこと石投げえりです。19時までよろしくお願いいたします。はい、ということでコメントいくつかいただいております。ありがとうございます。ラジオネームはカレンですということで、カレンさんありがとうございます。こんにちは、丹波笹山からですということで、こんにちは、お疲れ様、元気な声聞いて嬉しいです。私は山奥に住んでいるのでカエルの合唱やこれ何ワシタカの声に癒されてますというねメッセージいただいてます。ありがとうございます。丹波笹山ってどこ、あれだよね、三田の上って言ったのかしな、三田の北の方だよね確か。京都兵庫どっちそう、前ね、昔私兵庫県の小野市というところで仕事をしていたので、おー、ここからよりは小野市からの方が近いよね多分。丹波笹山って何、黒豆が有名なところかな、どうなんだろう。でもなんかちょっと山奥か、山奥いいですね。私がね今枚方からお届けしておりますが、 FM 五条ある五条市はね結構田舎、まあ場所にもよるな、まあまあ旧もともとの五条市のところに関してはそこまでそんなにめちゃくちゃ田舎っていう田舎でもない、まあ田舎だけどさ、じゃないんだけど、あの西吉野とか大東とかになるともうこれ山だね、山奥だねまあそんな感じなんですけれども、いいですねのどかなところ、いやいいな、私も五条に帰りたいカレンさんありがとうございます。そして猫さんですね、猫さん曲聴いてドゥルンってなってます、顔文字ありがとうございます。そして木の井さんですね、ありがとうございます。えりさんこんにちは、こんにちは、お片付けしながら聞かせてもらってます。やっぱりお片付け私嫌い、向いてない、でもやらねばてか明日でもう連休終わるやんというメッセージいただいておりますね。これ私は知ってて個人的な話になるんですけれども、あのね、木の井さんという方ね、ゴールデンウィーク中にお片付けをしないといけないというちょっと縛りがかかっている人なので、頑張れちゃんとねお片付け終わったらご報告くださいね、めっちゃ楽しみにしてますはい、ということでね、コメントありがとうございましたね。さてさて、ここから何の話しようかなと思ってたんだけど、そうだよ、あのね、一応ね、できてない FM50 で喋ってないコーナーがね、また新しく1個できたやつで、まあ、寄せ受講コーディネーター帰りの独り言というねコーナーがね一応あるので、まあ、今日もね着物の話をちょっとだけしていこうかなと思うわけでございます。そうだよ、さっきねニュースで読んだんだけど、まあ着物暑いよっていう話をしたんだけどさ、まあね、私去年のこと考えるとさ、去年すっごい悩んだことがあって、まあ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 昔より今気候がさ暑くなるの早いわけですよ。昔はね6月ぐらいで、まあ、今ぐらいの気候だったようですね、どうやら着物の感じを見ると、まあ、今ね、一応着物は制服の感じで言うと、まあ、夏服と冬服と愛服みたいなのがあるじゃないですか。で一応まだね我らね着物の民たちは冬服の時期なんですね。で6月になったら愛服の時期なんだけど、もう暑すぎてもうね今愛服だね、あの一重って言うんだけどね、まあ本当に本当に。でもね、なんだやっぱりしきたりっていうのを大事にする人とかはやっぱりこの時期に一重着てるのはおかしいっていう人もいるのかな。まあ私の周りはいないしさ、もう着付けの先生とかですら着てるからさ、あれ浴衣はちょっと早いんかな、でも浴衣も着たいなと思うからさ、もう気候に合わせてさ着物もある程度自由に着たらいいじゃんと思ったりもするんだけどね。まあ去年ねちょうど今ぐらいに始めたてぐらいだったので、本当にねこの時期にそういう一重とか時期が違うもの着ていいのかなっていうのをすっごい迷ってたんですよね。うん、まあ、今はそんなこと迷うのもアホらしいからさ、あの着やすいもの勝手に着てるんだけどさ、いやいや本当にね、着物もねやっぱり
テとかそういうちゃんとした場に行くんだったらある程度守らないといけないし、まあ、着物っていうのはやっぱりさ柄がさ季節の柄とかが入ってたりするじゃないですか、まあ、バラであったりとか藤であったりとか、まあ、そういうものは季節合わせた方がさ、まあ、粋というかおしゃれな感じなのかなとは思うんだけど、まあまあそんなおしゃれとして楽しむ感じであれば、まあ、ほどほどに自分の好きにおしゃれを楽しんだらいいんじゃないかなと思いますね。まあ式典とかに行くんだったらちょっとその辺気をつけないといけないんだろうなと思うけどね。はい。まあそんな感じでね、さっきのニュースの話をしたんですけれども、まあ今ね、こう自粛期間なわけですよ。まあお出かけできないわけだわ。そうするとね、着物の民はさ、まあこの時期、まあ今ちょっと暑すぎだけど、あのちょうどもう1ヶ月ぐらい前ぐらいからちょっと前ぐらいまでがさ一番着物でお出かけ楽しい時期なわけですよ。冬だと寒くてコートとか着るからまあ見てもらえないしさ、なんかゴワゴワしてちょっとなんとも言えないけど、今の時期ってコートもいらないしさ、本当に楽しくこうコーデを楽しめる時期なのに自粛なわけだよ、外に出れないということで、まあ、着物のイベントを主催してはる箱庭さんとかね、あと着物のお店さんなんだけどテントさんってお店とかがあるんだけど、そういうお店さんとか企画してる方々が、まあ、今そういうおうち着物というのを楽しめるようにこの時間からこの時間で、まあ、着物を ぜひ SNS に投稿してくださいみたいな感じでねやってはって、まあ、テントさんとかは、まあ、私の投稿見てくださっている方はご存知かと思いますけれども、着物でいちご狩りということでね、あのいちご狩りのコーデを私もやらせていただいたんですけれども、まあ、いちご狩りのコーデであったりとか、あとまたね今新しいのが出てテーマの2つ目は着物で子供の日コーデっていうのがあってね、これ私めっちゃ参加しにくいと思って、絵柄が鯉のぼりとかなんかそういうなんだろう子供のおもちゃみたいな、こうなんだろう絵柄のとかもないしなみたいなんで、これなかなか参加できねえなと思ったんだけど、同時期に開催でできない人はこっちでっていうので着物でバラ園へっていうのね、これがあって、いや着物でバラ園だったらできそうだなと思って、一応バラの着物っていうか羽織は持ってるし、一人の着物も多分あれバラじゃないのかな柄がっていうのが合うので、その辺でまたちょっと投稿したいなと思ってたりとかで、まあまあそういう企画をねテントさんは立ち上げてくださっていたりとか、あとあれですよ、箱庭さん昨日投稿させてもらったコーデですね、おうち100人着物というハッシュタグで調べてもらったいんですけれども、こちらはねあのちょっと大掛かりというか大規模なもので、あのこれ投稿して、まあ、箱庭さんってあの主催者が2人いて、でサポーターさんとかもいて、まあ一応5人ぐらいで主催をしてはるのかな、まあそういう方々が審査員となって、でまあ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 こう投稿してもらった分で、あの賞に選ばれた人は景品が出るみたいなねを今してくださっておりまして、いやまあ緑のコーデか、それか箱庭っていう、これ箱庭っていう阪神さんでねイベントをしてらっしゃったりとか、他のところでもイベントしてらっしゃる箱庭さんっていうところなんだけど、箱庭さんのイベントで買ったもの、箱庭さんのイベントというか箱庭に出展されてる、何出展されてる方々のお店さんの小物を使ったコーデっていうので、まあ縛りがあるんだけれども、まあそれで私もねあの実際にコーデ組ませていただいて、で YouTube にも上げてるからね、まあこんな感じだよって見てもらったらいいんですけれども、まあそんな感じでね、こうお家で着物を楽しめるようなね、そういう企画をやってくださってる方も実はいらっしゃってですね、いやなかなかこうね、なんか今自粛でなんかこう楽しくないってなってる人多いかと思うんですけれども、まあでもやっぱりそんな中でもね楽しめるようにこういう楽しめるものを作ってくださる方っていうのは素敵だなと思いますよね。私もねこの放送を通じてちょっとでもねテンション上がるようにできたらいいなと思っているんですけれども、まあちょっとずつ頑張ろうと思ってるよ。なんか変な感じになっちゃった話が、はい、ということでね、ここでまた一曲聴いていただこうかなと思っております。はい、こちらですねオリジナル曲を中心にねピアノの弾き語りをしていらっしゃいます、前回のね放送でもね曲流させていただいたアーティストさんなんですけれども、そちらの方のね曲をねここで一曲聴いていただきたいなと思います。はい、それではお聴きください。チャンス、また噛んだ、前の時も噛んだんだよね。サンシャインシティレコーズさんでサンダルウッドな午後。
魔法少女の変身シーンで使えてたような気がするんだけど気のせいだろうか。ちょっとま尺が足りない気がする。イブニング帰り。で時刻は18時45分回りました。はい、大阪市は大阪府はだな、大阪府は私が大好きな本屋 T サイト、もうほぼ閉館中の日高田市の自宅から Twitter、Facebook のライブ配信で緊急事態宣言収束までの間、毎週火曜日17時から19時でお届けしておりますイブニング帰り。はい、パーソナリティはあなたの心に一石を投じる和洋折衷コーディネーター帰り方石投げえりでございます。はい、ということでエンディングでございます。これ私さ、この放送で言ったことあるかな、わかんないんだけどさ、私この曲がめっちゃ大好きでさ、なんでかっていうとさ、あの YouTuber さんで私がねすっごい見てる人が一つだけありまして、クイズノックさんっていうね、あの今あれですよ、月曜日のなんだっけ、月曜日の朝のニュース番組とかにも出てたりとか、東大王で活躍してらっしゃる伊沢拓司さんがね、まあ経営してる会社のまあ
YouTuber さんたちなんですけれども、まあ、そのエンディング曲がこれなんだけどさ、この曲めっちゃ好きなんだよねということで使ってます。はい何の宣伝や。はい、ということでね、メッセージいただいてます。コメントだね、ありがとうございます。ゆるけんさんですね、ありがとうございます。兵庫県丹波笹山、ゆるけんもクライアントさんの施術で3月までは行ってました。最初に走ったフルマラさんは丹波笹山です。ファイチさんも散歩とランニングしましょう。お散歩はねしてるよ、割と2日に2日ぐらい何言ってんだろ、よくわかんないけど、ランニングはしたらね多分ねバテる体力良くない。でもこれ本当に思うんだわ、このコロナ自粛が終わった後、果たして私は普通の生活に戻れるんだろうか、体力的にと思って。暑いやんで、結構カメラマンのお仕事ってさ、暑い中をさ子供たちを追いかけ回す仕事が結構あるわけだよ。それこそなんだろう、遠足とかで子供たちをね公園連れて行って、それで追いかけますみたいな、追いかけますしかないわ、そんな感じでね。復帰できるかちょっと心配だから、本当は走った方がいいのかもしれないけどね。ゆるけんさんありがとうございます。とくちゃんありがとうございます。こんばんは。こんばんは。丹波笹山市は昨年の5月1日に笹山市から改名して丹波笹山市になったのですよ。そうなんだ。だから令和に誕生した日本で最初の市なのであります。町の中心部では城下町の昔ながらの作りになっていて、地元でお散歩するには最適ですよ。お出かけできるようになったらエリちゃん行かなきゃというメッセージいただいてます。ありがとうございます。いいね、城下町みたいなところで写真撮りたいわ。そう、最近写真を撮ってもらいたいってめっちゃ思ってて、ホームページをねちょっと更新したので、まあそれに合うように写真変えたいなと思ったんだけどさ、いや今なかなかね自分で撮っても、でも全身ってさ自分で外で撮りにくいんだよね。めっちゃ人目が気になるからさ、私要線は難しいなと思いながら。猫さん、 Bluetooth のヘッドホンがバッテリー切れね、それ大変何これ、じゃあエンディング聞けてないのかな、めっちゃ残念なんだけど。猫さん Bluetooth 復活してくださいはい、というところでね、まあいろいろ喋ってきてまだ時間があるのでね、まあ、最近のアニメの話でもしようかな。あのねちょっとだけアニメ見てます最近。でも残念ながら食劇の相馬はね3話ぐらいで打ち止めになりましたね。2話だったかな。いやー今本当にねアニメが再放送ばっかりになったりとか延期になったりとかね、まだ放送してないやつは延期になったりとかが結構あるんだけど、まあ、そんな中で私が今回この春2020春アニメの中でめっちゃ一押し、これめっちゃハマってるのが1個だけあって、うろ覚えなんだ、乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった、言えたんじゃない。あのねこれがマジ面白い、これめっちゃいい、マジおすすめ。あのナロー小説、まあまあ小説家になろうっていうね、まあ小説投稿サイトからの、まあその出身の方の小説のアニメなんだけど、まああれですわ、まあ、ゲームの世界にこう転生してしまうんだけど、まあ、転生したことを分かってなくて普通に生活してるんだけど、まあ、ある日ふとこう記憶がハッと戻るわけですよ。そしたら自分が昔やってた乙女ゲームの、まあ、悪役令嬢、まあ、悪役令嬢なんで、まあ、サブキャラなんだけど、こうサブキャラなんだけど、あもうね破滅フラグしかないのよ。なんかその主人公のヒロインのハッピーエンドでもバッドエンドでも島流しか殺されるみたいなそんなんしかなくって、もう何を選んでも破滅フラグなんだわね。でそれがこの魔法学校に入学したところからこの乙女ゲームは始まるんだけど、その悪役令嬢さんは記憶、前世の記憶がパッと戻ったのが8歳だって、そこから破滅フラグにならないように、まあこうまあまあまあこのヒロインとねこう関わるねこの攻略対象の男どもは、まあ、心の中に、まあ、闇を抱えてたりするわけですよ。まあ愛情を知らずに育ったから、なんかこう女たらしになってしまったとか、なんかねいろんななんかすっごい劣等感を抱いてて、それをヒロインに癒してもらって恋をするみたいなのがあるから、劣等感持たないようにしたりとか、なんか愛情を子どもの頃から注ぎまくって、フラグが立たないようにこうしていくみたいな感じで、今ちょうどその学園生活が4話ぐらいで始まったんだけど、まああんまりネタバレしたらあれだからあれなんだけど、いやこれはね面白いわ、
いやいや、これは面白いわ。もうね、結構いいよ、ぜひ見て。まあそんな感じかな。今一番ハマってんのはそれ。あとね、白猫プロジェクトも見てますよ。白猫プロジェクトはあれですね、コロプラさんっていうゲームのアプリかなのところがもともときっかけで、それがアニメ化したんだけど、これなんで見てるかというと、声優が堀江由衣さんだからっていう久々に堀江由衣さんの声が聞きたいなと思ってこう見てみたら、意外とね、あの見れた。今回ね、時間があるからね、こういつもさ1話だけこう保存じゃない、あの録画して見ないで終わるんだけど、今回1話で結構1話だけはさらっとでも見て、あの見る見ないをこう振り分けてって、あともう1個見てるのがちょっとねエロいんだけどね、グレイプニルっていうのは見てる誰か見てないこれ。いやなんかどうなんのかなと思って、なんか首が飛んだりとかえぐいな、なんか飛んだりとか、なんか2人で1人みたいな感じになってるけど、まあぜひ見て。なんか人間が化け物になる話だよ。これは結構見れるからね、見てる。なんで今見てるのは乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまったと、食敵の相馬豪の皿、これは今あれですね、止まってますけれども、あとグレイプニルで白猫プロジェクト、あとはですねレールガンが終わらないのでレールガンは見てます。もうレールガン再放送とかで伸びてるんで、もうそろそろあれかな、あれワンクール、レールガンどうなんだろうか。ワンクールだったらもうそろそろ終わるんだけどな、レールガンでツークールだったんかな、ちょっとよくわかんないんだけど、でもツークールであそこで終わるとすっごい違う、ワンクールであそこで終わってしまうとすごい続編が気になってしまう感じにはねなっちゃうんだけどね。ね、まあいろいろあるわ。はい、ということで今ね、今この生放送をしてるところにね、 FM 五条の局長からね LINE が入ってくるっていうのがあったんだけど、緊急事態宣言が延長し5月末まで、現体制を継続します、ご理解のほどよろしくお願いいたしますよね、メッセージが今来たわ。分かってるよ、大丈夫だよ、そのままねイブニング帰りは継続していこうと思っております。はい、というところでまさかのねこのタイミングでね局長から飛んでくるっていうね、ちょっとびっくりなことがありましたけれども、はい、コメント最後読んでいこうかな。ね、ももちゃんありがとうございます、気になってたやつ見ます、ぜひ見て、これ結構おすすめよ。あのね、なんだろう、もうねヒロインがねこうあんまりネタバレしたらダメか、でも言いたい言いたいって言った、もうねこうヒロインがこうヒロインじゃない、あの攻略対象たちの見せ場を全部その悪役令嬢がかっさらっていって、これ攻略対象というかこれヒロイン悪役令嬢なんじゃねみたいな感じになってるぜひ見て、面白いから。そして猫さんイヤホンあったにゃということで、よかった、頭飛ぶ怖いにゃグレープリューね。いやね、なんかね黒いというかねエロいヒロインの女の子が毎回ねあの下着姿になってる。まあそんな感じだね。あとでも本当に首が飛んだのがすごいイメージがあるよね。まあ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 そんな感じだわ、ぜひ見て。ぜひでもおすすめしたいのはねあれだから、乙女ゲームのやつなんでね、これを見てほしいなと私は思っております。はい、ということでまあ今日はこの辺で終わりにしたいと思うんだけど、あれまだ時間があるかな、あとね1分半ぐらいあるね。なんか喋りたいけど今パッと出てこないけれども、まあそんな感じで来週何喋ろうかっていうのを考えようかな。一個喋りたいなと思ってるのは、母の日に何するっていう話をさちょっとしたいなと思っててさ、あのね昨日かな、祖母の誕生日だって一応誕生日おめでとうで伝えといてって言われたんだけど、母親になんかプレゼントはないのですかって言われて、プレゼント自粛が明けたら届けに行きますわって言ったんだけどさ、どうせなさその祖母のプレゼントと母の日のプレゼントと一緒になんか送りたいなってちょっと思ってるんだけど、あ、母親めの母の日のプレゼントの方は思いつくけど、ばあちゃんのプレゼントの方が思いつかんな。新しい帽子をあげるかな。めっちゃ悩んでるんだ。あのね、いつだったかな、なんかね去年そうばあさんが散歩に行くときに帽子をよくかぶってるので、こう帽子をプレゼントしたんだけれども、あんまりかぶってくれてなくって、なんか時々かぶってくれてるらしいけど、それ誰にもらったのって言ったら、うん、わかんないって言ってるらしいからちょっとね、今物忘れがとっても激しくなっておりまして、私のことはね自分の娘の名前で呼ぶんだわ、エリって呼ばないんだわね、りょうこって呼ばれるんだ
涼子じゃないよってもう否定するのもめんどくさいんでね。もうでもね、ちっちゃい子供の頃からね、涼子涼子って呼ばれ続けてるからもうええわと思いながらね、まあそんな感じでございますわ。帰るまでにね、忘れされてないかがね、ちょっと怖いなって思ったりはするんですけれども、はい、ということでね、そろそろ終わりのお時間になってまいりました。はい、この後19時からは FM5 条の方を聞いてくださいね。いちきさんの FEC 神曲でございます。はい、ぜひ聞いていってください。この後も FM5 条楽しんでいってくださいね。この後もじゃねえな、この後は FM5 条をぜひ聞いていってくださいませ。石なじとは来週もこの時間にお会いしましょうということでね、まあではでは今日ラストの曲いきたいと思います。はい、ということでね、はい、今日のラストの曲はですね、これ3回連続流してます、この人の曲ね、めっちゃ大好きで、ちょっと待って、これちょっと曲の情報の紙が消えたんだけど、よいしょ、ありました。はい、セルフプロデュースシンガーさん、ピコさんという方のね、曲を聴いていただきながらお別れしたいと思います。それではね、この1週間が皆様にとって素敵な週でありますように。また来週もお帰りって言わせてね、バイバーイ。ピコさんでグッバイ、お聴きください。胸張って生きればいつかは現実と怖くなったら周りを見てごらん、同じように思ってる仲間がいる。さあ Take my hand、 手を取り合って、さあ Brand new days、 手に入れよう、リズムに合わせて体を揺らしたら、作りたい歌を歌いたい、自分のお店を開いてみたい、口に出せば出すほど夢は叶うようにできてるんだ、怖くなったら周りを見てごらん、今ここに支えてくれてる仲間がいる。さあ Take my hand、 手を取り合って、さあ Brand new days、 手に入れよう。今日は皆さんたくさんたくさん聞いてくださってありがとうございました。これは本編ではありません。19時の時報でございます。この後も素敵な時間過ごしていってくださいね。イブニング帰りが19時をお届けいたします。